さあ今週の放送ですけれども、はい、何をやりましょうか今日は。平子さん、あの危ないデカ知ってます？ああ危デカ、はい、うん、知ってますよ。ただそんなにね詳しくはないんですけども。まあそうですか。うん、危デカはどうかしましたか？はい、劇場版の最新作をやるんですって。あ、はいはい、らしいですね。うん、タイトルは、さらば危ないデカ。なんかシリーズの完結編ってことらしいんですけどね。うん、逆にまだ完結してなかったんだねっていう感じで。なんだっけ、フォーエバーね。フォーエバーとかいろいろありましたね。リターンズみたいな。フォーエバーってついたら、もうほぼほぼだと思うんですけどね。うん。まあまあまあ、まあもう終わったと思ってたんですけど、まだまだあるんですね。定年を5日後に控えた高戸裕二が、凶悪事件に挑むとかなんとか。うん、あ、ついに定年なんですね。もうこれはもう、定年迎えたらもう。いいね、という、まあ、もう別に僕はだからあんまり詳しくないから、考えはないんですけどね、特に定年ということに対しては。ね。で、この映画の前売り券。うんうん。バカ売れしてるっていう。そう。はい。前作の3倍売れてると。いや、そう。まだまだ大人気でございます。ちゅうことはよ、うん、これでアブデカ終わらせんのは、どうなったよって話。俺は嫌だね、これ。いや、俺は嫌だねっていうか、その、酒井ちゃんのそのアブデカに対するパッションとか、その辺の熱さは俺はよく知らないんだけど、うん、もうだから、言ったら、もう設定として定年なんでしょ？うん。じゃあもう、続きっていうか新作は今後ね、作り続けるのはもう無理なんじゃないですか。でもちょっと考えたら、うん、キャスト一新すればいいんじゃねえの。ああ、この名前は残しつつ、キャストは変えて、うん、あの、あれだ、スパイダーマンみたいに、うん、ね、キャスト変えて新シリーズを始めましょうみたいな、うん、そういうことだ。素晴らしい。よく勉強してるわ。あ、俺そういう言われ方あれするの、不愉快な。嫌だった、今。すごい嫌だった。嫌だった、すごい。すごく嫌な気持ちになったね。俺は嫌だったな。キャストを一新すれば作ることが可能なんですよ。だから作っちゃおうと思って、新作を。我々で。我々でっていうか、そこ、でも、日テレさんがやることだと思いますし、うん、あと、この権利関係もね、いろいろ重なってくるんじゃないですか。大丈夫です。こういうのはもう、早いもん勝ちって決まってくから。まあまあ、いいや、じゃあ、いいや。今日はやるんだ、ね、早いな、ね、早いな。いや、やるんでしょ大丈夫。もうちょっと捕まっててよ。いや、その、権利だなんだって言ったら僕が野望ですからね。さあ、ということで、うん、今日はこんなことをやります。ネオ、危ないデカ、制作会議。うえぇ！コマ送りでみんな紹介するやつの曲。ああ、そうなんだ。うん。ちょっとごめん。コーヒー飲んでる木の実奈々さんとか出てくるやつ。ああ、そうなんだ。今日は新しい危ないデカを作る会議を開きたいと思います。どうも、ネオアブデカ制作委員会の委員長を務めさせていただきます、酒井健太です。そして副委員長どうぞ。あ、俺あ、うん、副委員長の平子です。よろしく。いや、この設定わかんないんだけど俺。今日はね、リスナーからネオアブナイデカのアイデアを送ってもらいたいと思っております。うちのリスナー、生粋の刑事ドラマオタク、ほぼデカです。ほぼデカ、ほぼデカっていう名前なんですか、それは。ほぼデカ。ほぼデカ何ほぼデカって。まあ一応物語の大枠は考えておりまして、まず主演は私、酒井健太と、そして平子祐希、うんうん。ダブル主演でございます。あの、はい、高戸祐希ね。俺そこはちょっと知ってる。違います。高戸祐希です。うん、坂戸祐希です。うん、分かった分かった。坂戸祐希ね。坂戸祐希は、うまいことなるもんだね。セクシーでワイルドな型破りなデカでございます。原作はそのままなのね。原作そのまま。そのままで。はい、で、舞台は有楽町警察署。うん、今のところは以上。ってことは何も決まってないのと一緒だ。で、みんなで作る作品、それがネオ危ないデカでございます。物言いようですけど、みんなで作る作品ではないんじゃないですか？アブデカは。新しいんじゃないですか？それがネオ、それこそネオですよ。みんなで作る。ネット社会だったり何だったりで、うん、うまくそこをね、利用して。だからリスナーのアイデアを参考に作っていきます。例えば、決め台詞とか、こんなシーンがいいのではとか、こういう演出はどうかとか、うんうん、いろんなアイデアを送ってください。うん、なんか平子さんからなんか要望とかあれば。おねえ。ねえねえ。ねえ、ねえことねえでしょ。俺ねえ。だって俺、本当に知らないし、俺、ちょっと世代は被ってんだけど、うん、見てこなかったから、熱の入れ方っていうのもちょっと。ちょっとやる気がないみたいだけど、ちょっと平子さん聞いてね。はい。我々のネオ危ないデカが口コミでヒット、うん、そしてテレビシリーズがスタート、うん、高視聴率につき劇場版公開、うん、
大ヒット、おハリウッドでリメイク、お世界のアルコ&ピース、うん、最高、おうどうよ、わかんねえわかんねえ、まず実現しないからさ、こうやって架空でやるんだったらもうせめて実現しやすいもんとかやれば、じゃあもうこのこのプロジェクトから降りますか、もうじゃあ降りていいの、降りていいなら降りる、ただもうこのプロジェクトもう始動してますから、いや だから何の事務所とか通さず自主制作でやってるもんだから今降りるとなると、うん、そうだな、現代界の制作費が自己負担となる、うん、っていうのは俺がもし今プロジェクトから降りるんなら、うん、そうなっちゃうかな、お金を払わなきゃいけないの、うん、トータルで8万かかってっから、何逆に何使ったんだよ8万でポスターです大体が、いや、あ、いっぱい吸ってっての8万だ、8万の、割る2だから、ちょっと待って、4万の自己負担、頑張れば払えるわ、ちょっと頑張るけど、いや嫌だよ、そのリアルな感じだから、やる気出してもらわないと、それ平子さんは、いや俺もそれ追い込み詐欺じゃんこんなの、いやヒットさせればいいわけですよ、事務所通してないから全撮りなわけですよそれ闇映画制作じゃんで平子さん、どんな作品にしたいか要望とかあります？いっぱい聞くけど、もう分かったから、まあまあ作るんだったらまあね、話題になるような作品にはしたいなとは思いますけどね、まあ言うてはおしゃれな感じにしたい、なるほどね、ちょっとあの前衛的で、あ、そういう角度で攻めてきたんだ、センスあるなっていう感じでは思われたくはあるから、だからこういうのってまず口コミから広がっていく感じでね、戦略で取っていくといいんじゃない、もう最近っぽいなんかこうカルト的人気をね、出して、そこからもう広まっていって、こう若者中心にこう広まっていって、大人も見て、あ、なんだ面白いじゃんっていう広め方で一番いいかな、作るんだろうね、その感じでやってきたんやな、持ってきましたね、結局ね根っこがクリエイターだからやっぱ出ちゃうね、クリエイター出ちゃうもんだね、出ねえかと思ってた、質が出ちゃうよやっぱり、そういうことよ、でこうアイディアを否定しない、こう、やれない理由よりも、やる方法を考える、だからもし今日そういった会議をするっていうんだったら、俺はそんな会議にしたいし、そして作るんだったら最高の作品をみんなで作りたい、ということで皆さんメールをください、酒井呼び込んで、いやちょっとこっち来すぎだわそれ引きすぎてるわ、ちょっと呼び込んでいいっすか、募って、ということでネオ危ないデカのアイデアを送ってください、受付メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です、アルコ&ピースの頭文字を取って AP です、その通り、番組に送られてきたメールの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします、ね、ステッカーが欲しい人は住所と本名を忘れなく、忘れないようにね、さてこの番組は日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV でも、ここ東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生放送でお届けしております。さらに NOTTV では金曜日の朝9時半から再放送をお送りしております。スマホで見るオールナイトニッポンゼロ、ぜひ NOTTV でお楽しみください。楽しいアイディア待ってるよ、待ってきた、東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです、はい、今日はネオ危ないデカ制作会議と題して、新しい危ないデカをリスナーと一緒に考えていきます、はい、主演は酒井と平子、舞台は有楽町警察、平子さんの要望はおしゃれでセンスある感じ、そうです、自主制作ですからヒットさせないともう借金地獄、まさにさだまさし状態で頑張っていかないと、まあ、言い方悪いですけどね、あの AD のサイトな、お前がホワイトボードに書けよ、やめてよ俺そういう、あったな AD さん、やってんのよ、やめて俺そう AD さんに当たり強いタイプの演出好きじゃないんだから革新的なやつね、革新的なやつがいいですよね、そうだね、もうゼロにしてもいい、危ないデカ、そもそもネオだから、あ、え、危デカの要素ゼロにしなくたっていいですよ、もともともうそれくらい革新的なものを僕らは欲してます、いや酒井よ、それかもね、もうそんくらいのも考えていかないと、ネオだからね、そうネオだから、
ちょっとリアクションメール来てます。はい、ラジオネーム、グレート森。やべえ。大ヒットの予感やべえよ。これ、3話ぐらいから徐々に火がついて、うん、5話放送前ぐらいに王様のブランチが特集組むやつじゃん。うん、クリエイターの血が騒ぐな、うん、平子さんよ。いや、本当だよな。いや、そうよ。本当でもそうよ。そういう、そう、徐々に徐々に。うん。1話、2話、あれあれで、右肩上がりにこう数字が上がっていくっていう、ね。うん。それが一番いい形だからね。うん、うん。それマジで狙っていこう。いや、本当そうよ。うん。うん。狙っていきましょう。よし。来てますか。はい。千葉県ラジオネーム、カルテル。刑事が通う小料理屋を作りたいです。うん、おかみの木村多江が平子さんに恋心を抱いているのに、うん、平子さんはそれに全く気づいていないっていう構図、うん、どうこれ採用ですいいね。ね。これいいね。これマスト採用。うん。うん。木村多江の小料理屋。木村多江さんの小料理屋いいね。で、これ周りから見ると、うん、木村多江さんが俺を好きなのはもう一目瞭然なんでしょ、うん、でも俺は気づいてない。気づいてない。うん。いいね。あまったく、男って本当にね。俺がバーって出てった後にね。ああ。いいなマスト。熱燗とか飲むんだろうな、ね、多分ね。いいね。うん。ラジオネーム、パクチー。サカは、ルチャの達人で、得意の寝技で犯人を捕まえる。やべえ、かっけえ、これ。ちょっと待って。かっけえ。採用？うん、これ採用しようよ。ルチャの達人。ルチャ。いいね。ルチャのって、もうちょっとなんかないかな。ルチャじゃなくて。寝技で。いや、これ、単独犯にしか対応できないんじゃない？いやいや、大人数だって全然いけません。いや、服すいたら寝技やってるんでボッコボコにされるよ。ちょっとキャラクターがちょっとはっきりしだしてんな。ちょっと平子さんもなんかそういう感じだし。ラジオネーム、本民の誰得。坂の武器は、38口径、スミス&ウェッソン。勇気の武器は、諦めない心です。うん、ちょっと待って。ちょっとそんな感じするけどな。ちょ、ま、じゃあさ、うん、じゃあルチャ俺にしてよ、せめて。いや、俺はルチャもあるし、武器もあるし。俺はだから、諦めない心です。だからじゃなくてさ。だから行くんですよ、ああいう小料理屋とか、木村大さんのやってる。別に、諦めない心持ってる人が小料理屋へ行くわけじゃねえだろ。癒してもらうために、その諦めない心を。ガムシャラタイプのデカなのかな、うん、いや、ガムシャラタイプのデカでも銃持つわ。足で調べる。だから銃、銃は持ってるでしょ銃は持たしてよ。いや、銃、まあ、それもこう、デザートイーグルとか、そういうのがいい。デザートイーグルとか。いや、それリスナーにちょっと寄りますね。これから、アンに。あ、そっか、これからじゃあちょっと俺の武器なんかもね。そうそうそう。そっか、送ってくれるかもしれないから。埼玉県ラジオネーム、ハンペン侍。ネオアブデカを宣伝するために、池袋でラッピングバスを走らせましょう。ということで、費用60万円は平子さんが払ってください。60か、でもラッピングバスは必要不可欠だからな。うん。アブデカ、アブデカ、アブデカ、アブデカ。それ、風俗情報誌の。いやね、120出すから渋谷にも走らせよう。お俺は大きな宣伝、今大きな宣伝になるからね、やっぱ。うん、いや、これ大事よね。うん、ラッピングバス。うん。あーぶてか、あ、それ、あーぶてか、あ、それ。地方の人わかんのかな、これ。埼玉県ラジオネーム、ハンペン侍。ネオアブデカでは、1話でやる気のないヒラを殉職させましょう。そうすれば盛り上がるし、現場の空気は良くなると思います。いや、殉職したらさ、それ以降は？え？その、殉職が実は最後のシーンで、うん、その、殉職するまでを過去を辿っていくドラマじゃないでしょ？もう出れないでしょ？もう1話で、もう、ありがとうございましたですよ。クランクアップですって言って。は、花束もらって。花束もらって。いや、諦めない心とかさ。で、それですよね。それを俺が継承していくんだ。ダメだよ一人になるじゃん。ラジオネーム、野球本助。世界観が軽くファンタジー入ってる。犯人はカーチェイス中、黒魔術を使い、平子を呪い殺す。ちょっとね、それが殉職理由殉職理由。これ1話ですね。殉職でもねえじゃん。これでも新しいな、すげえ。世界観もこれくらい、ガラッと変えた方がいいかもしんない。いや、ガラッと変えんのはいいんだけどさ。黒魔術とか出てきて。俺の殉職は離れようよ、一回。そっか。さすがにそうか。
武器もまださ、うん、募集しきれてねえしさ。ラッピングバスで突っ込むっていう武器はありますけど、ね。いや、そこ、だってそれさ、もう世界観入り混じっちゃってるから、宣伝する現実。西部警察みたいにもう、大げさダイナミックなやつをしてる。ドゥドゥラッピングバスを、ラッピングバスを、あのなんかジープみたいなやつ横でぶっ込むの。いや、ダサいじゃん。早く書け斉藤。いや、ゆっくりでいいよ。頼むぞ。俺の殉職消しといて。手遅れになっかんな。ラッピングバスとか。お、殉職消すなよ。書け書け。漢字書けるか？殉職は書けねえだろ。あんまいないよ、殉職書けるタイプ。分かってても。一応書いとかないと。な。ラジオネーム、アルゼンチンの10番。こんなシーンいかがですか？うん、犯人を追いかけ、で、公園内を走る坂&勇気、うんうん、ベンチの前を横切る二人、うん、ベンチに座った二人の男が読んでいた新聞を下げて顔があらわになる、うん、舘ひろしと柴田恭兵顔を見合わせて肩をすくめる二人全シリーズの主役二人をこんな感じで亀を出演させれば昔のファンも喜ぶと思います。うわこれはいいぞ。いいなあ、うん、でさ、その、デカだから、その職場でさ、うん、慌てて、このロッカーバーンって開けて、うん、上にジャケットバーって羽織って出ていこうとしたら、うん、なんか違うところの開けちゃってて、うん、なんか肩パッドがちょっと張ってて、うん、俺のじゃねえな、バッてやるんだけど、うん、その一瞬だけとかね。いいね。わ、これいいな、でも。これいけるな、うん、これ採用しよう。うん、これ書けるか、俺、漢字を、携帯でやんな、やりながらやったら遅くなっちゃうじゃん。書いて、ベンチに、舘ひろしと柴田恭兵。ベンチ、ベンチ、もうベンチ10でいいよ。うん、ベンチ10。舘ひろし、柴田恭兵。本当に制作会議してるみたいだな、俺。顔、すくめ。いい、こういうことやる。笑う。いいな。うん。かっこ、カメオって書いて。かっこカメ埼玉県ラジオネーム、ぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。毎週冒頭にラーメンを食べ、食べている間にラーメンのお店の情報を左下に表示します。ラーメンはやっぱね、こういう情報も今もしかしたら。いや、ラーメンから始まるってラーメン屋、そういう縛りはいいんだけど、あの、なんか馴染みの店とかだったらいいのよ。そのさっきの小料理屋みたいなとこから始まるとかは。うん、下に出しちゃう。っていうのは、いや、いいんじゃないですか。週によって違うってことでしょ。新しい。だから喋らないで、後で、音だ、声だけ入れて、お、いい店あるな。いや、孤独のグルメ。孤独のグルメじゃん。こんな路地にあったっけな。いや、ダメだよ。その、お店の情報もさ、冷めるから。ダメ、ちゃんとしたドラマにしたいからさ。情報あってもいいと思うけど、孤独のグルメって書いておけ。ダメだよ。孤独のグルメじゃん。ネオ孤独のグルメ。結構今のところでもまあまあ揃ってきてますね。いやでも俺の武器を欲しい。俺の武器。ああ武器ね。酒井が38口径の銃でしょ。やばかっけー。俺もだからデザートイーグルみたいなやつは希望なのよ。希望ではあるんですよね。うんうん。だからリスナーがどう判断する。あえてこうマシンガン的なものね。ああそショットガンとかそっち系でもいいんじゃない？ロケットランチャーみたいなの持ってる。的な、うん。まあ、無茶しちゃうよっていう。うん。うん。一人そういうやつが、キャラクターがちょっと、立つもんね。そう。うん。うん。で、坂が、勇気無茶しすぎっていう。こんな合ってる今の。原作を知らねえから。イメージで言ったけど。まあ、引き続きでいいですか、うん、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。はい、メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆうきです。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、今日はネオ危ないデカ制作会議と題して新しい危ないデカをリスナーと一緒に考えております。今のところ AD サイトが板書したホワイトボードを見ると、うん、平行きつけの木村隊の小料理屋、坂はルチャの達人、うん。ルチャがちょっと意味わかんねえんだよな。
坂の武器は38口径の銃、うん、これもうちょっとなんかダイナミックなやつ欲しいけどな、これな。いや十分だこれ、ね。そして勇気の武器は諦めない心、これがわかんねえんだよ。そしてラッピングバス120万円、1話で殉職勇気、だから諦めない心で追い深追いして殉職してんだろ。でベンチには舘ひろしと、うん、紫田恭平。なんだそれ、紫になっちゃってんのかな、モノマネパブの人だろそれ。柴田恭平だろ。そしてネオ孤独のグルメ。それわかる、それ違うのもん。ドラマがパーって書かないとな、サイトすぐ書かないと。あ、いいね、アイデアあるんですけども、すでに使ってしまった制作がラッピングバスの120万円ですね。ちょっとこんな人からメッセージ来てます。はい、ワイヤー井筒監督や坂井さん、平子さん、お疲れ様です。いい作品ができるように頑張ってくださいや。おい AD 斉藤、携帯ミント漢字も書けんのか、くそな。ほら怒ってるぞお前、井筒監督も。いやそうですよ、パッパッパッ、おもちもちもちももちですけど、ね。パパーと全部書いてね、とりあえずね。うん、俺の武器は来てないですか。武器の武器メールも。ね、募集。あ、来てる、うん、茨城県ラジオネーム、スワッピング愛好家。勇気の武器は、犯罪者を見つけた時に、周りに知らせるために、防犯ブザーがいいと思う。小学生じゃねえかよ。それあった方がいいんじゃないですか。ビビ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 すぐ行くよ、坂が。じゃ坂すぐ駆けつける。俺もなんとか、俺自身もなんとかできるために武器が必要なのよ。周りに知らせるとかじゃなくて。うん、大丈夫、坂強えから。いや俺も言う、俺じゃ、俺口で言うわ、呼ぶときは坂って。いやそれよりもビビビビビーの方がすぐ、うん、どうも、え、平が危ないっつって俺すぐ駆けつけるから、うん、いやあちゃちゃちゃってやるから俺。あちゃちゃちゃじゃないよ、もう。いや俺武器が欲しいよ、そういうことじゃなくて。いや防犯ブザーもって諦めない心だったら他いる。じゃあちょっとデカめの防犯ブザーにして俺角でぶん殴っから。京都府ラジオネームういろうちゃん、犯人の正体が分かると勇気の目が黒目だけになる。それは大きな武器じゃないですか。スピーシーズじゃねえかよ。なんだよこれ、犯人が分かったら。いやわけわかんねえよ、こっからなんか俺の特殊能力が出るとかじゃないの。勇気あいつかって聞くから。いや目が黒、あいつなのか。おいあいつなのか。の目覚ませなんで黒目になるのまだいいにしても、なんで喋れなくなるんだよ。喋れろよ、せめて。ダメだって、ちゃんと。俺のもちゃんとやってよ。いや、いい武器じゃん。諦めない心だったんだよ、本当に。だから死んでんだよ。まっとうな武器くれよ、本当に。まっとうな武器。それ募集するからね、まだね。募集しながら、うん。僕もちょっとダイナミックな武器とか、いろんな武器欲しいんで、ちょっと募集しましょう。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。さあ、アルカンドピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部地域の方とはお別れです。この後も聞ける地域の方はラジオで、そしてノッTVでお楽しみください。俺、必殺技も欲しい。あ、必殺技みたいなのね。ボクシングとかいろいろするのも。決まりあるね。坂井、この辺にケムシ君がいるって聞いたんだけど、どこかな。僕のことかな。おや、君がケムシ君かい。早く春が来るといいな。蝶になるんだね。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時を回りました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、今日はネオ危ないデカ制作会議と題しまして、新しい危ないデカをリスナーと一緒に考えております。はい、まあ、今のところいろいろね出てきましたけども、はい、僕の武器が未だにねちょっとまともなのがない。はい、なんで俺が犯人が分かると勇気の目が黒目だけになって、うん、で殉職するんでしょう。じゃ殉職なしでいいですよ。じゃあそんな文句ばっかり。いやそれはそうよ。いや、1話で死んでちょうどいいのよ。後々、あれすんだから、これもう。じゃあ、ケンタじゃねえ、なんだっけ。坂が殉職すりゃいいじゃん。いや、それだとダメなのよ。もう、ストーリーとか分かってないな。違うから、そういうこと。ちょっとね、メールがまた案が来てるんですよ。
ラジオネームバズーカ吉岡。坂は、うん、毎回始まりのカットで、うん、顔に本や雑誌をかぶって昼寝していて、いいね、毎回違う雑誌が変わっていくというのはどうでしょうか。いいね、おい。めちゃくちゃいい、それ。かっけえ。で、なんか、それやりたい。なんか、港とかで、なんか、まあ、公園とかさ。いいね。じゃ、これずりーのよ。だから、お前のスペックだけがどんどん上がってってさ、俺黒目になるとかさ、諦めない心。なんで黒目で諦めない心ってなんだよ。そいつ一話で、一話で静かだし。キャラすっげえ濃いよ。なんだったんだってなるだろう。なしにしてあげますよ、だから。本当うん。北海道ラジオネーム、代打あいつ。坂は柔道4段、空手3段、剣道5段という武術の達人。勇気は武術の経験は皆無だが、相手を殴った瞬間、たまたま手についていた塩が相手の傷口に入り、大ダメージを与えるという強運の持ち主。は？は？いや、でもこういうのもいいと思うよ。いいんじゃ意味がわかんねえんだよ。強運持ってんの。ラッキーマンみたいなことで。ちょっと一回読ませて、一回、ちょっと一回読ませてね。うん。文字面でも入ってこねえわ。塩が、え？塩が傷口に、うん。バカか。いいね、俺ダメだよ。柔道4段。おめえダメだよ、これ。両津勘吉じゃん。いや、違う違う違う。そんなんじゃない。ダメだって。さっと書け、斎藤。いいね、そんな、いいね、その適当で書かなくて、お前、女の。バーっと書いてた方がいいよ。採用しないよ、そんなのは。来られるぞ、井筒監督にまた。ラジオネーム、大きな栗子。殉職した平子の意思を継いで、うん、息子の一流が坂井の部下となる。しかし一流も父と同じ道をたどるのでふざけんなよ。なんだ殉職一家って。いい冗談じゃないよ。いいじゃん。いいじゃんじゃないよ。一流くんでだからネオ危ないでかリターンズもできるしさ、2だっていくらだってできるわけで、ね、これがネオなんだろ。ネオネオだろ。じゃあ一流はいくらだってやりようは。いや、俺らのとこでまず展開させようよ。4歳だぞ、まだ。だ決め台詞とかもあってもいいんでしょ。だから、そうそうそう。そういうのじゃかっこいいのは欲しいの。坂井、ね、のさっきの登場シーンみたいな、かっこいいじゃん。平子さんもそういうのは欲しいの、ね。そうだよ。すぐキャラクターとかわかるよ、ね。口癖みたいなやつでもね。あ、口癖とかね。うん。いいね。うん、起きてる。横浜市ラジオネーム、フリーズムーン長原。勇気がかたくなに、俺はうんこをしたことがない。とかまととぶり、それをみんなからいじられてガチで切れて現場が騒然とする。現場ってどういうこと？どっちの？どっちの？俺これ撮ってる方か。俳優として言ってんの？デカとして役のデカとして言ってるのか。俳優として書いてある。勇気はうんこしたことがない。お前いいんだよそんなの。そんなの書かなくてバカ。消せ！なんだよ！スペックを上げてくれっつってんの俺は本当に。このホワイトボード1年後みたいな。何も意味わかんねえだろ。続きまして、埼玉県ラジオネーム、ハンペン侍。勇気の武器は、うん、来たじゃん、武器。俺読むのやめろ、これ。読みたくない。読んで、読んで。勇気の武器は自分のクソです。出したてほかほかなクソを相手に投げつけ、犯人の繊維を奪います。ゴリラじゃねえかよ。したことないのに。武器。勇気の武器はうんこじゃねえよ。いいんだよ、書かなくて。それなんだそこの列。勇気の武器、自分のうんこ。勇気はうんこをしたことがない。きれいな。なんだよ。鎮勇気みたいな。漫画だろうと。目真っ黒なんだ、それって。キャラ濃いなぁ。濃いね、すげえいいな。刑事もんじゃねえじゃねえか。いや、いいと思うけどな。まともな武器送ってこいや。なぁ。で、ラーメンの情報もあるわけでしょ。ねえよもうちょっとストーリーについて。ああ、ストーリーも大事だからね。ラジオネームバズーカ吉岡。最終回の犯人は小料理屋の女将木村隊にしません。いい
わ。これはいいぞ。おお、これガチなやつ来て急に。いやー、これでも、のっぴきならねえ理由があったんじゃねえのか。それか、決め台詞みたいな。最終回だけだろ。いやー、胸が痛むな。だ、酒飲んでて急に黒目なんですよ、平子さん。なんでの新種みてえになんだよ。なんで新種のデカって。力を吹いて。あ、アワオプションだろ。アワオプションだろ、お前の。まさか、つって。もういいじゃん。で、うんこすんの？うんこしたことないって言いながら、うんこすんの？わけわかんない。そんなやつ、木村大好きになんねえな。勇気、泡を吹くって。次週、次週みたいな。見るわけないねえだろ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルカノピースの坂井健太です。平子祐希です、今日はネオ危ないデカ制作会議と題して新しい危ないデカをリスナーと一緒に考えております。まあいろいろね募ったんですけど、僕のまともな武器はこの前もうんこを自分でするとか、でも僕はうんこをしたことないって認めなくて、目が黒目が全部黒目になって泡を吹く、うんうん、防犯ブザー持ってますからね。で、諦めない心が何、ね、いや何よりよ。その状態で防犯ブザー持ってたら、ただの俺自衛じゃん、それ。武器を欲しいのは。俺はもう武器38口径。いや、坂だけずるいんだよな。銃持ってるし。柔道もやってるし、剣道もやってるし。これ、木村多江が、実は最終回、犯人だった。うん、いいね。行きつけの小料理屋の。これ、俺は納得いかないんだろうね。うん。あいつなわけねえだろって言って、うん、坂、どうしても捕まえるんだったら俺を撃って、うん、乗り越えてこい。うん。ほんで、バッて前に立ちはだかって、うん、撃つか撃たないかみたいなせめぎ合いよね。うん、ああ。俺は信じてっから、おかみを。でも黒目になって泡吹いてますね。本当に。うんこ、うんこ漏らして。うんこ。でも、漏らしてないっていう。うんこしないっていう。でっかじゃねえだろ。浮かんねえだろ。面接で落とすだろ。あ、メール来てます。仙台市ラジオネームクレイジークレイジー。勇気の口癖は、なんかここ、金玉かゆくなんねえです。いいじゃん。これ。いや、1話につき2、3回出てくるぞ、口癖って。俺行く先で金玉かゆくなんねえ聞くんだよ。なんで聞く必要あんのこれ。俺のせいだろこれ多分。事件を解く鍵が見つかるとそれ言うんですよ。なんでもぞもぞしちゃうの。もぞもぞしだすんですよ、体が。で犯人分かると黒目になるし。妖怪じゃねえかよ。妖怪やってなじゃん。もう金玉かゆくなる。いやちゃんとしたのが欲しい。武器も欲しいし、うん、セリフもね、決めセリフみたいなやつもね、うん、やだよ俺本当に。やだ、なんか本当に嫌な気持ちになってきた。あ、武器かな。北海道ラジオネーム大田あいつ。坂の武器は、うん、ルパン三世が使っていることでも有名なワルサー P38。 いい、ね、うん、勇気の武器はボタンを押すとビビビビーと音が鳴る銃、うん、それを相手に投げつける。じゃあビビビって音鳴る銃じゃなくてもいいじゃん。じゃあ投げんならバズライトイヤーかなんかで。いや悲しき戦士じゃねえか。本当に光線が出ると思って空飛べると思ってる。ダメだってうんこ投げて。認めてはねえけど。悲しい戦士だな。横浜市ラジオネームフリーズムーン長原。勇気は海鮮鍋を食うたび食あたりする。食わねえよ。じゃあ食わないよ。海鮮に弱いなら食わないよ。それで武器を蓄えるっていうか。下痢じゃねえかよ。また下痢投げるだけでも俺のじゃねえよって真っ黒な目で言うんでしょ。
放線銃投げつけながら。すげえな。犯人じゃねえかよ、どっちか。ストーリアン来てます。ラジオネーム、股関節痛。最終回のラストですが、犯人である小料理屋の、おかみ、木村隊に、さっきの肉じゃがいつもと味が違ったでしょう、と聞かれ、そういえば、とつぶやく平子の意識がだんだんと薄れていき、そのまま火葬場のシーンでフィニッシュ。ちょっと解決しないじゃん。解決しないじゃん。結局誰も捕まえらんないんじゃないですか、だから。もう、おかみはおかみのまま。おかみはおかみ。うん。いや、俺をじゃあ、火葬場に連れてくの早くね。だからでも次があるよ、一流がある、から。いや、だからどうしたってなるじゃん。調べたりさ。うん。え、もうそこ全カットですよ。撮るは撮るの撮るは撮る。編集やべえな、じゃあ。あ、ラジオネーム、モランボン。有楽町警察の倉庫には、まだ107体の勇気が控えている。なんでアンドロイドみたいになってんだよ。やだよ。いいじゃん。これ。AI じゃねえかよ。このシーンで最後、エンドロール終わった後に、倉庫を開けたら、ウィーンって目が。やだよ。目がじゃねえよ。おーってなんねえだろ、別にそれ。黒目が。黒目じゃん。ずっと黒目じゃん、じゃん。ずっと黒目じゃん。別に、そのシーンなくても。視聴者驚かないよ、もう。だって最初から黒目なんだもん。あの、勇気、あ、一流くんが開けるシーンで、次はどのパパにしようかな、つって。いや、もうその話メインじゃん、じゃあ。刑事物じゃなくていい。じゃあもう小料理屋いいよ、じゃあ。そこ、うんこくせつ。人じゃん。アンドロイドじゃないじゃん。クソすんだから。でも、俺は認めないんでしょ？俺はうんこはしない。プログラムミスだよ。何なんだ今日の企画は。企画って呼ぶなよこれを。二度と。そろそろ会議締めましょうか。ネオ危ないでからがいいよまとめると、これまとまるのこれ。坂はルチャの達人、武器は38口径の銃、ワルサ P38、勇気の武器は防犯ブザーと、うんこしたことがないって言うけど武器は自分のうんこ。最終回の犯人は木村太恵、火葬場でフィニッシュ。でエンドロールで一流くんが倉庫を開けたら107体の黒目の勇気。おい電波を舐めるなよ。ということになりません。必要な制作費でも120万ぐらいですか、ラッピングバスの。ね。ラッピングバスもどう表現すんだよ、このストーリー。無事これ。いや、これ、どうすんの、結局。いやいや、これでだからいけんじゃないですか、なんとなくストーリーも。いけるわけねえだろ。キャラクターも立ってるし。キャラは立ってるけど。うん、けね、余分なんだよ、そこは。まあ、初回にしては進んだ方でしょう。そんなことない。進んでない。次回の会議のスケジュールは追って連絡します。ないよ、次回は。では皆さん、2020年の公開目指して、もう一度頑張りましょう。オリンピック。はい。今日は以上、お疲れした。ありがとうございました。お疲れした。よし、さよならか。飲み行こう。よっしゃ。出て行った。怖い。何？なんで？出て行った。出てったよ。坂井も斉藤も、出てったじゃん。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですがそろそろ別れのお時間です。お前ら CM 中に、はい、作家と作家福田とお前で、うん、やっぱりうんこって面白いなじゃねえ。反省しろよ。うんこ面白いな。うんこって面白いな。面白くねえよ、うんこ。なんだろう、うんこって。お前4歳児と同じだからね。本当だよ。言って喜んでるのが。まだ面白いってやっぱすげえよ、うんこ。感想来てます。ラジオネーム大富豪。
ソやな。そうだよ。全部そうだよ。本当クソ。クソの力だよな、やっぱ。クソの力じゃねえよ。すごいわ。2回目の会議もまあ、来年の夏ぐらいに。やんのかよ、もう一回。あるんじゃないですか。もう一回もんどかないと。うん。来年の夏が来ると思うなよ。非常に楽しかったな、なんか。なんだろうな、これ。明日、お前、朝日登ってから見てみろ、お前。このホワイトボード。これ、まんまにして次のお前、番組のとこまで残してみろ、お前。コピドック叱られるよ。山口良さん見せようかな。番組ではあなたからのメールを募集しております。詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください。そして平子みたいくなりたくなければ登録しな、番組有料携帯サイトもぜひポッドキャストもございます。はい、そしてノッティービーでは引き続きこの後5時までお送りします。ノッティービーは iPhone など様々なスマホで見ることができます。詳しくは番組ホームページのリンクからチェックしてみてください。ちょっといいところもあるんだけどね、木村隊のコリオリアとかさ。いやだから、うん、そういうガチな部分があるからこそのヤバさな、ヤバさが落差がすげえんだよ。そう、倍増されるのよ。いいね、目を危ないでか。もう俺の個性じゃん。そうよ、主役はだから勇気なんじゃない。お前の剣道とか柔道関係ないじゃん。もうだからもう振りでしかないよね。 P38 とかさ、うん、多分出てこないよ。普通の刑事としての振りで、もう勇気とがもう主人公ですよ。だからでも頭はお前が雑誌を顔に乗せて寝転んでるとこから始まるんでしょ。さ、冒頭がさありそうな感じだから余計にやべえんだよね。後半が海鮮鍋を食べると下痢ってもうよくわかんないもんね。もう忘れてんもんね。ああ食ったかな、もなったな、しょうもね、久しぶりに食わなかった。来週も聞いてください。そんなこんなの今週です。お相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子由紀でした。来週も何卒。